はい、受験生の皆さん、こんにちは。じゃあ引き続いて平成18年度の、都立高校入試問題英語の解説をしていきます。じゃあ今度問い3番、ごめんなさい、四角3番の問い5に行きましょう。はい、じゃあその、さっきの続きで、That's the last thing you have to do now とかね。じゃあ Brian、 このまま言っていくと Let's finish making it and fly it って形で、作るのを終わらせて飛ばしに行こうって、飛ばそうっていう形です。じゃあこれ、Later they go to a park near the sea to fly their kite with Mr. Suzuki っていう形で、これ Later、 後でって形で、これ状況、場面が変わります、対話の場面が変わりますよと、タコを飛ばしに行くんだね。この後じゃあブライアンがまた話をしてみると We can't fly this kite ってことで、 We can't、 can't ってことはできないっていうようなことを言ってるように、これブライアン、状況的にブライアンがこれ、タコを飛ばせないじゃないかっていうふうに、まあ悔しいことを、悔しい思いをしているっていうところから始まりますと。で、マラブが It's not so big っていう形で、そんなに大きくないじゃんっていうふうにマナブが言ってると。で、カッコ5が入ってくるのは I thought it would be easy ってことで、はい、ごめんね、I thought、 思った、 It would be easy ってことで、簡単だろう、簡単だろうと思ってたっていうことを、これ言ってますと。じゃあ It が何を指すかっていうと、これブライアンが言った言葉、Can't は入れないけども Fly this kite、 つまり、タコを飛ばすことっていうのは簡単だと思ってたっていうことをこれ、学ぶは言いたいよって。じゃあこれ問い5を見ていくと、これ I thought it would be easy の内容を次のように書き下ろすとすれば、四角に何、四角の中にどのような一語を入れるのが良いかってことで、これ答えを、問題を見ていくと I didn'tThink、 思ってなかった、 It、 Would be、 で、ここで四角が入ると To try The kite ありますよ。じゃあこれ四角3番を解く上でポイント、これどんな問題かっていうと、言い換えだね、言葉の言い換えですと。じゃあここで四角語だね、四角5番、I thought it would be easy って見てると簡単だと思ってたんだってことに対して書き換えると didn't って言葉、ここがポイントになると、この問題を解く上で。つまり下線部は肯定文で書かれていると、下線は肯定、だけど didn't ってあるようにこれは否定文だと。定文だよと、こっちは下線部は否定文に、肯定文に関して、対して、問題は否定文になるということなので、ここで否定文になっている。つまりこの think の後の言葉を、ここの部分を下線と逆にするというところが、気づかなきゃいけないポイントだと。下線部と、逆にするのが、ポイントですよと。そうすると To try the kite、To fly the kite がね、try ですね、はい、だからタコを飛ばすことは簡単だと思ってたを、結局のところタコを、飛ばすのは
何々でない、何々だと思ってなかったってことなので、これ逆、イージーの逆を入れると、イージーの逆って何だった、簡単に対して、難しいだね。なのでこれ difficult という単語がここに入ります。これが答えになります。はい、ポイントとして、下線部は肯定文であること、問題文は、否定文であるっていうことをここに気づいたら、結局のところ easy に対しての逆の言葉を入れる分がいいんだなっていうところに気づいたら、この問題は簡単です。答えは difficult ということでした。じゃあこれを元にして受験生の皆さん、英語の勉強に頑張って取り組んでください。